東大号高所7年3月10日は、新朝第九代皇帝皆、豊か門の皇后。満州木畑人で、生は、二を古し、後世右行動動員、三等小恩公であった、無涼画の娘。母は、妾のギャンギャ氏。夫の死後、母皇皇大号とされ、四巾城の東部に位置する、小域宮に居住したため、東大号と、通称された。 正式な送り名は皇帝健康号であるが、生前に建て祭られた孫号の慈安皇太号で呼ばれることが多い。記号と合わせた手号は皇帝慈安広史義和隆史誠康史天祖聖、健康号。皆豊か三角の東京区後、皆豊か2年2月、秘賓の第4位である帝賓となり、間をおかずして帝肥に封ぜられる。同年五月期日に進み、 六月皇后に立つ、時に十六歳。このことには、皇帝の養母の後生成皇后の遺向が働いていたようである。彼女は、未婚なを産まず、結局、行き避生のはじめ厚紙が、直君となり、皆、豊か年八月に皆、豊か三角が、熱火にて病死すると、同地三角として即位した。同年十一月には、貴殺生変が起き、生大皇の章を得た。 息気が、共振農益権と手を結んで、先定の残した八人の子命を大,大臣を追い落として、政権を握った。そこで新たに妖廷を補佐するべく、着母東大五と聖母聖大公が、水連調整をしき、おじの共振農益権が犠牲王となった。八年後、同地十二年、同地帝の大根を機に、帰省する。東大五は温和誠実な人柄で、いつも、 おっと、こう立てて、実際に政治に妖怪することは少なかった。東大号に養育された、同地帝も、聖母よりも、着母との間が、はるかに近かったという。しかし、そんな、東大号も時には、過断な一面を見せることがあり、その一例が、関岸の安徳会を処刑した件である。安徳会は、おしゃべりの相手として、聖大公に気に入られていたのを良いことに、 傍若部人な振る舞いをしていたため、心ある人々に憎まれていた。同治八年に安徳会は生太公の命令で、やがて来たる同治三角の婚儀の衣装を買い揃えるために、山東地方へ下った。清朝には、宦官,官は勝手に工場を出てはならぬというハットがあったが、思い上がった安徳会は正式な手続きを経ていなかった。彼を憎む人々は、 この機会を見逃さなかった。時の三島巡部長、法美記の総門を入れた東大豪は、直ちに帝、法美記に命じ、その地で安徳会を処刑させた。このことは、東大豪が決して、聖大公の言いなりではなかったことを示す、エピソードとして知られる。同知三の創生後、聖大公は、自分の妹が産んだ、駅のを迎えて、所定とし、 東大号も生大公と並んで、再び失声の座についた。が、政治の実験は、健忘術数にかける生大公が握ったままだった。東大号は高所7年3月9日に45歳で死去。明らかな病状はなく、脳卒中という急死だったため、早くから生大公による毒殺と囁かれた。同年9月、下川家直霊州内にある、 清志投了広司小佐子の低投了に埋葬された。ありがとうございます。